アモルフィスはフィンランド出身のヘビメタルバンド。当初はメロディックデスーメタルを演奏していたが、次第にフィンランドの民族音楽を取り入れ、哀愁あふれる独特のヘビメタルを完成させる。その得意声優へ一般的なヘビメタルのリスナーには長らく敬遠されてきた感があるが、2006年に発売されたアルバムエクリプスはヘビメタルの要素と、 民族的な旋律が高い次元で融合を果たし、高い評価を受けた。デビュー当時、トミー・ヨーツ戦加入時期1990年に、フィンランドでエッサ・ホロパイネントやンレックベルガーが中心となってバンドを結成。その後、トミコイブサーリとオリ・ペッカ・ライネが加入。1992年5月、ファーストアルバムザ・カレリアニエスマスをリリースしデビューした。 1994年セカンドアルバム、Tales from the Thousand Lakes をリリース。フィンランドのジョジシュカレワラに基づいたコンセプトアルバムであった。1996年、クリーンボーカル担当のパシコス記念が加入し、サードアルバム、エレジーをリリースする。同年12月には、初来日を果たす。1999年リリースのフォースアルバム、ツネラから徐々に、デス色が薄まり。 ゴシックメタル志向になる。2001年フィフスアルバム a m ニーベル l s s をリリース。このアルバムの1曲目のアローンはシングルカットされフィンランドのナショナルチャートで3週連続1位を獲得する。2003年6スアルバム f a r フロムザサンをリリース。このアルバムを最後にパシコス記念が脱退した。そのためバンドはしばらく活動を休止する。 千人ボーカリストに、元シニススラの富四千が加入し、2006年、セブンスアルバム、イクリプスをリリース。前作まで、デスボイスを封印していたが、新ボーカルの加入により、デスボイスが復活した。シングルカットされた、ハウス・オブ・スリープは、フィンランドで初登場1位を記録した。2007年にエースアルバム、サイレント・ウォーターズリリース。 同年10月にラウドパーク07に参戦し、再来日を果たす。2009年5月、9th アルバム、スコヨフォージャーリリース。2011年5月、10th アルバム、ザ・ビギニング・オブ・タイムズをリリース。また、同年6月には、チルドレン・オブ・ボドムとのカップリングツアーで来日。翌2012年には単独の来日公演を行った。2013年4月、11th アルバム、 サークルをリリース。同年、ラウドパーク13出演にて来日。翌2014年にも来日し、日本のフィンランドロックフェス、フィンランドフェスト14に出演。2015年4月、12スアルバム、アンダー・アッツ・アレット・クラウドをリリース。翌2016年、ラウドパーク16出演にて来日。2017年4月、ニクラス・エテレボリがマネージャーに対する不信感を、理由として、 バンドを脱退し、初期メンバーのオリ・ペッカ・ライネがサポート協力で復帰。短期間ライブサポートを務めた後、ライネが正式メンバーとして復帰した。2018年5月、サ1 3ンスアルバム、クイーン・オブ・タイムをリリース、翌6月に来日公演を開催。ありがとうございます。